スマホ老眼にいい、方法、スマホ老眼の改善法としてマッサージ、まぶたのマッサージがあります。ちょっとやってみましょう。目の上まぶた、下まぶたのところには油が溜まってるんですね。この油と水を混ざって涙って作ってるんですけど、その分泌を良くしてあげます。上から下にこんな感じで、で下は下から上にマッサージして血流を良くします。内側から外側、内側から外側にマッサージして血流を良くして、最後にはつまんであげる、そして油を出してあげる、こんなイメージです。このマッサージの時の注意点としては、目を押すということはやめてください。軽く優しく立ててあげるだけでも血流が良くなって、まぶたから油の分泌が良くなり、スマホ老眼を防ぎ、そして改善していってくれるものです。